はい、皆さんどうも、おはようございます。今日は団地前に来てますね。桜がねもうだいぶ咲いてきました。まだ全然咲いてないのもあったりするんで、まだ不安定でございますけどね。はい、濁り方が結構濁ってます。こんな感じです。はい、濁ってますね。結構濁ってる。昨日よりも 15% ぐらい増した感じです。水門が開いたなんていう話もね、ちょっと聞いたので、流速は増してちょっと砂煙が舞ったのかもしれないですね。はい、ちょっと濁り方じゃなくて水温を見ていきます。さっきまさかね、あの水温計でバックラッシュするっていう現象が起きちゃって、危なかったですね。ドーンって岩に落ちそうになりました。12.8 度、ちょっとまた下がっちゃいましたね。やばいですね。これ以上は下がってほしくないところ。はい、反対側はアングラさん結構いますね。黒大師さんも5つ、ルワーマンも5つって感じです。やっぱ三宅川周辺が圧倒的に多いですね。上流側も結構いらっしゃいますね。黒大師さんの乗っ込みが、黒大の乗っ込みが始まって、あれですね、その黒大の魚影が増しているのかもしれないですね。昨日もあの僕バイブレーション最後回収するときの早巻きしてるときに、バーってね回収するときに、あのバッて一発なんか当たったような感じがしたんですけど、見たらね鱗ついてたんですけど、まあ、ちょっと黒大かボラか確定と断言できないですけど、ちょっとまあどっちかだろうなっていうのがかかってきましたね。はい、こんな感じです。網とかね、マイク、網はいる、網はいますね。団体さんじゃないですけど、本当に細かい感じで網がいます。はい、最初は、ジョルティミニでいきます。こちらこれをプリ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 っと泳がしていきます。よろしくお願いします。さて、やっぱね、魚が跳ねたりとか、そういう生命感っていうものがかなり増してきましたよね。すごいな、流れが、圧がすごい。え、ちょっとこれルアー絡まってんじゃないのっていうぐらい圧がすごいですね。ちょっとこれは絡まってんじゃないかな。エビってないかな。まあ、やっぱエビってる、さすがにエビってるな、これは。12.8 か、ちょっと冷たいね。触ってみます。あー、冷たい、冷たいね。着底が分かんないいよいよ私、まあ順当に行けば明日亀山ダムにね、久しぶりに行ってみようかなと思います。釣れればいいんですけどね。気温もそんなに上がんなそうだし、めちゃくちゃ上がるわけじゃないし、天気も微妙、ちょっと回復傾向にあるんですけど、ちょっとやっぱ晴れ間が出てくれた方がいいですよね。シャローにいるバスを見つけやすいし、また上がってきてくれるでしょうしね、シャローに。まあね、連休なんで水曜日はシーバスをやろうかなと思ってますけどね。あれ、なんかまたエビったか、大丈夫か、大丈夫か、エビッタっぽい。風は1メーターから2メーターぐらいっていう状態です。そんなに強くはないですね。
んか巻きついてる。よし、どこ行った。よし、解除。クロダイ狙ってみるかな。いやー、なんか穏やかだな。今日も休み取ってる人いるんですかね。今日休み取れば土日月火と4連休なんていうね、人もいるのかもしれないですね。いいな、アンタレス DC よりいいな、今のところいいですね。いや、反対側めっちゃ多いですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10名ぐらいいらっしゃる、下流側だけで。で、容量も合わせると11,12,13,14,15名いらっしゃいますね。ざっと見ただけでも15名。まあ、そのうちの3分の1はクロダイさんと思われますね。はい、ということでですね、この辺でちょっと終わらせてもらって、今日もね、もう3月ってやっぱり、ね、こう美容室忙しいんですよね。なのでちょっとバイトに行く時間も早めつつ、準備などもね、ちょっとありますので、ちょっとこの辺で終わろうかなと思います。まあ、もうちょっと15分ぐらいはやれるかなと思うので、それをやって帰りたいと思います。バイト行きたいと思います。はい、ではまた明日よろしくお願いいたします。失礼いたします。この流れはかなりこんな感じで聞いております。失礼します。あ、3月20日8時20分です。失礼します。